はい、皆さんこんにちは、マダルグルビーです。では今回はギレネをアクシズの脅威部レベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。今回の目標はいよいよサイド3本国、ここに進行していきたいと思います。舞台の方なんですけども、まずはですね、ご紹介しておきたいのがこちらガンダム NT1RX。まあ、ニュータイプ専用のガンダムとして開発されたのは皆さん、ご承知されている方も多いと思うんですけども、これにアムロを乗せています。これね、すごく活躍期待しています。で、ヤザンは、ガンダム、ハイパーバズーカ装備してます。まあ、この先おそらくですね、アイフィールド持ったビグザムなんかも出てくるんじゃないかなと予想して、一旦ハイパーバズーカを装備して出撃してもらっているというところですね。で、G3 ガンダム。これ以前はアムロが乗っていたんですけども、これスレッガーさんに乗り換えています。スレッガーさんもね、射撃特に強いので期待しています。まあこれらをうまく使って戦っていきたいかなというところですね。支援機の主力、量産型モビルスーツとしてはガンキャノンの量産型。これを支援機として量産中。その他で言うと、白衛専用の量産機はジムコマンド宇宙戦士用。これを量産してあります。これを、まずは、バオワ空方面から出撃させていきましょう。一方、グラナダ方面の部隊なんですけども、ここもですね、戦力の充実、今、図っておりまして、まあ、具体的にはですね、ガンダム、ライラさんに乗ってもらいました。ライラ、ミラ、ライラですね。まあ、ご覧の通り、能力、平均的に全て高いということで、まあ、活躍期待しています。では、これで時間を進めていきましょう。サイド3攻略作戦発動です。いよいよだな。この日をどんなに待ち望んだか。地球から最も離れたスペースコロニー、サイド3。月の裏側に位置するこのコロニー群に、ジオン公国の首都がある。劣勢から立ち直り、ジオンの厚い守りを打ち破った連邦軍はついにこの地へ軍を進めた。一方、追い詰められたジオン軍も戦力を結集し、最後の抵抗を試みる。決死の覚悟を固めたジオン軍を打倒し、連邦軍は勝利をつかむことができるのか。連邦とジオンの命運をかけた最終決戦、サイド3の戦いが始まろうとしていた。サイド3に侵入しています。連邦軍77ユニット、ジョン軍114。ジョン軍のが圧倒的に数が多いですね。現在80ターンなっているんですけども、少し時間をかけたことによってジョン軍もまた戦力を整えたという状況ですかね。ではマップの方に移ります。すごい数の部隊だな。これを剥がしていくのはちょっと苦労しそうですかね。まずはですね、グラナダ方面から入った部隊はこのままここで交戦するしかないですね。一方、バーワク方面から入ってきた部隊はどうでしょう。一旦補給線をつなげながら戦うっていうのも一つの手かなと思いますので、うまくですね、グラナダ方面とアーバーオーク方面の部隊で連携しながら進んでいければいいかなというふうに思います。では時間を進めていきましょう。敵ですけども、機影を見る限り、まあ、ビグザムもいるし、ゲルググ、ギャンなんかも、ついに配備されてしまった感じがします。一方、連邦軍の方は先ほどご紹介した通り、未だにジムコマンド宇宙戦仕様だったりするので、量産機が。少し苦戦する予感がしますね。まあ、先制でどれだけ取れるかっていうところですかね。
熟読よりも簡単だぜ。来るなら来てみろ。ジョン軍は明らかにグラナダ方面を警戒していた感じがしますよね、これ配置を見る限り。なので、まあ、逆に言うとアムロやヤザンのいるある意味主力部隊といえるアーバワク方面からの部隊がしっかりとその補給できる拠点、補給ラインを確保しながら進むことができるっていう利点はもしかしたらあるかもしれないですね。攻撃するぞ。どけと言ったのにどけないからだ。さあビグザムはどうやらこちらに向かってくるようですね。ここはアムロのアレックスで迎え撃ちましょう。まあ、さらにできればヤザンなんかもここに配置して、まあ、しっかりとハイパーバズーカーで仕留めてもらいたいかなというふうには思いますね。ケリーレズナのバルバロ、これ撃墜してます。今回の侵入経路からするとグラナダ方面連邦軍はね、戦力比でいうとアバオク方面と、まあ、比べた場合7対3ぐらいの割合になっているものの、逆にジオン軍は8対2ぐらいでグラナダ方面の防衛に戦力回してきているので、まあ、おそらくなんですけどもこのまま戦いが進むとグラナダ方面の部隊は全滅してしまう可能性が高いと思うので、まあ、いかにグラナダ方面の部隊が長持ちしてくれるかというのと、あとは、まあ、やっぱりですね、アムロのアレックス、これがいかに早く、そしてダメージ少なく救援に向かえるかっていうところですね。さあアレックスですね、ドームを含む3スタックしているところですけども、なんとかねこれも完全撃退という形にしてもらいたいと思います。いけるかアムロ、いけそうですね。いやさすがだな、アレックスがうまく機能してくれればまだまだ戦えそうですね。やったのか。続いてヤさんがバルバロに挑みます。ビーフザムの機影が見えているので、まあ、あのビーフザムもねやっぱり確実に仕留めておきたいですよね。生きていたらまた会おうぜ。ヤザンがビグザムに出ます。ヤザンはね冒頭でご紹介した通りハイパーバズーカを装備させておいたので、まあ、これがすごくプラスに働いてくれましたね。どうするとビグザム撃沈です。いい子だ。でこれでですね、アーバーは空砲弁、こちらに関しては制圧ができましたので、この後は一旦グラナダ方面の部隊を退却させて回復した後再侵入させていこうかなというふうに思います。グラナダ方面の部隊が全滅する前に一度退却、これが今回やっていきたい内容ですね。グラナダ方面の部隊は一度退却します。残っている部隊は全部引き上げましょう。で引き上げた後ですね、まあ、おそらくジオン軍の方はアーバーワク方面に部隊を移動させてくると思いますので、移動させてくるその時間を使ってアムロやヤザンの回復を行っていきましょう。では一度退却した部隊補充しましたので再び侵入します。これを繰り返しながらですね、確実にサイド3のジオン軍の戦力、これを削っていきましょう。さあアーバーワーク方面の部隊ですけども、拠点を1つ2つと確保しましたのでここを中心に展開していきます。グラナダ方面一度引いた部隊ですけども再度侵入しました。ここはどうだろうな、一撃離脱法になってしまうかもしれないですね。まあなんといってもちょっと部隊数の目減りが、多くなっているので一撃離脱法になるかなと思います。ここにシーバ、シャリアブル、それにボン・アブストがいますね。ここは倒しておきたいな。
ライラさん出すと戻ってこれなくなるかもしれないので、ちょっと無理はやめておきましょう。本来だったらね、倒しておきたいかなっていうところですけどね。さあ、再度侵入したことによってジョン軍の方ですけども、部隊がばらけましたね。アーバーワク方面に迎撃に来た部隊と、再び侵入してきたグラナダ方面の部隊を迎撃する部隊ということで、二手に分かれたので、まあ、これ絶好の好機だと思います。この好機逃さずですね、うまく処理していきましょう。ここはシーマですね。なんとかライラのガンダムでシーマ撃破しておきたいかなと思います。大丈夫そうですね。シーマ撃破完了です。この後グラナダ方面の部隊をまた撤退させましょう。さあ、ここのギャンにはマクベが乗ってました。このマクベも、まあ、格闘戦に持ち込まずに遠距離からの攻撃戦で撃墜です。ここの拠点も取れそうですね。完全に戦いが有利に進んでます。はい、部隊数ですが、連邦57、ジオンが23ということで完全に逆転してます。このままこのターンで決めたいですね。戦闘を再開します。またグラナダ方面の部隊ですね、補給と補充して再度侵入してもらっています。では最後に残ったジオン軍のユニット、これを破壊していきたいと思います。哲学など語って、最後はブライトが艦砲射撃で仕留める、まあ、そういう場面になりましたね。憎んでくれていい、だがこれは戦争なんだ。はい、全拠点制圧完了です。我が軍の勝利です。ジオン公国は戦いの敗北を悟り、連邦政府の降伏勧告を受け入れる。終戦条約は圧倒的な勝利を収めた連邦の要求通りに決定し、ジオンの統治下にあったサイド3のコロニー軍は連邦政府が直接管理することとなった。ジオン公国は事実上消滅し、地球は再び平和を取り戻すことができたのである。しかしジオンの残党が宇宙要塞アクシズに集結しているという報告が、この平和が長くは続かないであろうことを暗示していた。はい、第1部ですかね、完了したと思います。ここから第2部が、まあ、いきなり始まりましたね。このオープニングは見ていきたいと思います。ようやく平和を取り戻したのである。しかし終戦を迎えたことにより、地球連邦政府とジオン公国の対立は、地球に住む者と宇宙に住む者との対立へと、その意味を変化させていった。この戦争をきっかけに歴史は大きく動き出す。次なる戦いのための終戦、破壊のための建設、このひとときの平和もまた新たなる混沌を迎えるための休息でしかなかった。歴史の果てから綿々と続くこの愚かな行為は、人類が存在し続ける限り続くのだろうか。遥かな宇宙の闇を照らすのは人々の希望ではなく戦いの炎なのだろうか。人の核心たる新しい人、ニュータイプの出現は時代を照らす光明となり得るのか。人々の平和への思いとは裏腹に、戦いは予期せぬ第二幕を開ける。第二部、ジオンの系譜連邦編。
サイド3を制圧し、戦いに勝利した地球連邦はジオン公国を解体。ジオン公国の首脳部は裁判の結果、戦犯として処刑されたのであった。人類史上初のスペースコロニー国家はここに滅亡したのである。しかしこの連邦政府の行為は生き残ったジオン将兵を結束させ、連邦の支配に対する抵抗運動を激化させることとなった。一方、連邦政府はこうしたジオン将兵の動きに何ら具体的な対策を取らず、地球の戦後復興にのみ目を向けていたのであった。こうした連邦の油断をつくようにジオン軍残党が動きを開始する。元親衛隊隊長エギー・ユデラーズ率いるデラーズフリートが連邦に対し宣戦を布告。さらにジオン残党軍最大の勢力アクシズも地球圏への移動を開始したのである。果たしてレビル率いる連邦軍はよみがえったジオンの亡霊に再び勝利することができるのだろうか。デラーズフリートが本格的な軍事行動を開始しました。また宇宙要塞アクシズが戦線を布告。さらに各地のジオン残党もその動きに呼応し行動を開始しました。政府の高官どもが議連の処刑を決定した時点である程度の事態は予想していたが、アクシズの参戦までは読めなかったな。はい、戦後傍観の姿勢を保っていたアクシズが動くとは予想できませんでした。しかしアクシズが地球圏に到着するまでまだ時間があります。いや、油断はできん。アクシズの早すぎる宣戦布告と地球圏への到着の遅れは意図的なものだ。地球圏に混乱を招くためのな。将軍はまだ何かが起こるとおっしゃるのですか。ああ、この混乱に乗じて自らの野望を叶えようとする者が必ずいるはずだ。アクシズを倒しただけではこの戦い終わらんよ。報告します。ジオンによって破壊されたスペースコロニーがコロニー公社によって復興されました。復興はまだ完全ではありませんが、軍事拠点として使用することも可能であるとのことです。報告します。一年戦争において多大なる戦果を上げたホワイトベースの乗組員たちは危険人物として政府の管理下に置かれています。また軍を引退した者も多く、消息不明の乗組員も存在します。そうか、この戦い彼らの力は当てにはできんということか。厳しい戦いになりそうだな。はい、第1部のエンディングから第2部のオープニングですかね、ご覧いただきました。ではここから第2部をスタートしていきたいと思いますが、その模様はまた次回、続きをプレイしていきたいと思います。ご覧になりますか。